にそうだ、はい、そのさが混同するとまずいんだよな。だから2回目ダブルって2回目ダブルするとみんな大笑いでも知ってて、そうか、知っててやるのかな、僕も知ってないけど、知ってて、きっとみんな目が赤いんです、みんな目が赤いんです。どうも皆さんお待たせいたしました。紹介いたします。トップオブザライン2、鶴巻和也監督、どうぞ。ギターギターね、ご主人と監督をさせていただくだけで、光栄なことだったんですが、今回合体劇場版ということで、本当に光栄なことを感じております。よろしくお願いします。ということで、なんのいいの坂谷のり子役の日高のり子さんです。よろしくお願いします。皆さん、ご覧いただいていかがでしたでしょうか。私が、努力と根性の声優、日高のり子でございます。今日皆さん、早くからありがとうございます。これがトップ2またこれ18年ぐらい持たせますからね。ということはトップ1はあれですからね、もう30年以上もいきますからね。トップ3でも作りにくいな。ねえ、とりあえず綺麗に終わっちゃった。綺麗に終わってますからね。やるとすれば、まあ実際本当に先の話じゃないけど、合間の話とかはね、まあ横の話、実際漫画でね、あるんですよ、間の話。日高さんの方からじゃあまず18年前の作品なんですけれども、また今回、新たな形で声も入れ直して、こうやって劇場でたくさんの方に見ていただけるということが本当にとっても嬉しいです。私にとってもとても大好きな作品なので、より多くの方に見ていただきたいと思っていたので、本当に感激しています。でそしてトップを狙い2との、同時上映ということで、こちらの方も、私たちの、妹分的な作品ができるっていうことに対してもすごく嬉しいなというふうに、思っています。今回ワンとの合体上映版ということで、ずっと私が2を2年間やらせていただいた間にずっと思い続けていた熱いワンと、なんと劇場版になって、こうして皆さんと一緒に感動を分かち合うことができるということがすごくもう光栄で仕方がありませんでした。先ほど日高のり子さんが妹分と言ってくださったお言葉が、そんなご本人から妹分と言っていただけるなんてということで、すごく今もじんとしています。本当に嬉しいです。ありがとうございます。もともとがね、ののがその田舎から出てきて宇宙パイロットを目指す、お姉様を目指すっていう話として突破狙いつはスタートしているわけで、そのなんだかやっぱ最初坂本さんちょっとこう心もとないというか、ね、坂本さんじゃない、すいません、福井さんがすいません、申し訳ありません。ちょっとなんかこうたまたま目が合っちゃった。ちょっと心もとない感じのところからスタートして、こう最終的にはこうお姉様と互角にそれ以上にっていうところまでやっぱ持っていくような感じの物語だなと思っていたので、第一は最初の家出のシーンで、やっぱ坂本すいません、大丈夫ですか、緊張しております。福井さん、坂本、はい、そして僕は岩田です。福井さんの声を最初に聞いて、これはもう
成功したなと思ったんですね。ここからやっぱ始めることで、トッポネル2は最後のとこまでいけるというふうに確信しました。すみません、名前を間違えて申し訳ないです。このトップっていう作品はね、ちょっと私の中ではこうすごい特別な作品でもあるんですが、それはどうしてかというと、まあ、作曲家っていう こういう作品があって、その世界観に合わせて曲を書かないといけないというものがあるんですが、このトップのような世界観を持った作品に他に今まで出会ったことがない。で、これどんな世界観というと、まあ、SF ものでありながらですね、洗練されすぎない下世話感が漂って、なおかつ話的には重いと。ということはそんな曲を書かなきゃいけないわけだね。聞いた時にはなんかこう軽いのかな、キャッチーかなと思いながら、後で聞いてみるとすごいちゃんと内容があって重くて、それで下世話で、そういう作品はなかなかなくて、まあ桜大戦やワンピースでは書けない。本当にこのそういうところに自分が巡り合ったということが、はっきり言うと作家としてアーティストとして幸せだったということですね。だからきっと声優さんの方たちも同じことを思ってらっしゃると思うんですけど、こういう役が来なかったら私はこうはならなかったという日高さんなんかそうでしょう、きっとだと思うんですよ。だからこの作品はきっと今いるみんなにとって、まあ、死ぬまですごい大切なキャリアとして温めていける作品じゃないかと、私を含めてそう思っております。まずはトップのやつ監督の鶴脇和也です。お願いします。監督のトップ狙い2の監督の鶴巻です。今日はちょっと天気悪い中わざわざ並んでいただいたということで本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。トップの狙い、次の高谷のり子役の日高のり子さんです。高谷のり子役の日高のり子です。今日は皆さんようこそお越しくださいました。18年ぶりに、アフレコをした、トップを狙いとそれからトップを狙い2合体上映ということで、今日はどうぞ楽しんでご覧ください。ありがとうございます。トップを狙い2、野々役の福井ゆかりさんです。トップを狙えず野々役の福井あかりです。出だしから転び去ってしまってとても恥ずかしいんですけれども、本日は、雨の中お集まりいただきありがとうございます。トップを狙えず合体劇場版ということで、すごいドキドキしています。皆さんも、今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。ユム役の川村マリアです。本日はお越しくださいましてどうもありがとうございます。これから2本まとめて見ていただきますので、体力を十分充填して、覚悟して見ていただきたいと思います。ありがとうございます。トップのナイス監督役の坂本真也さんです。ラルク役の坂本真綾です。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。大田特集役の若本です。よろしく。ありがとうございます。トップのやつニコレ役の岩田光雄さんです。皆さんようこそおいでくださいました。なんか今日朝1000人いる中の皆さん170何人ということで、すごい確率ですね。今日はゆっくり楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてワンツーともに、素晴らしい曲を作っていただきました作曲家田中光平さんです。
田中康平役の田中です。さっきと面白いでした。はい、どうも以上です。はい、さっきもちょっと喋ったんですけど、声優さんに喋らせた方が、喋っていただいた方が皆さんも多分楽しいと思いますので、早速聞いていただきたいと思います。本当18年ぶりに、制作始めた時は15年ぶりぐらいだったんですけど、普通なかなかこんなに時を経ってから、その、続編作るってことはないと思いますので、すごい苦労したというか苦労した部分があるんですが、僕なりに、うまくできたなと、トップ2、トップ狙い2ですね、うまく続編としてうまくできたなと思っております。それもキャストの方のおかげだと思っております。1と2一緒に見て、1を見ていただいた上で2を見ていただいて、ようやくその完成するトップを狙い2だと僕は思ってますので、一緒に合体劇場版という形で一緒に見ていただけるのはすごい幸いだと思っています。楽しみに見てください。ありがとうございます。平川さん、お願いします。18年ぶりにまたトップを狙いに声を入れました。トップを狙えが18年前に皆さんのお手元に届いた時から、その後ですね、さまざまなゲームになったりとか、いろんな形で高谷典子の声を出していたんですけれども、また18年前の同じ映像に声を入れるんだっていうことで、本当に私は、緊張しました。でもなんだろう、またみんなに会えるんだっていう、そういう嬉しい気持ちもあって、一応参考のためにということで、もう一回自分のやった作品を見直してみたんですけれども、第1話が最初ののり子の子供の声で私のパパって出てくるんですけども、まあ、あの時点でひっくり返りそうなんですよ。これかっていう、稲妻キックは大丈夫だけどこれはどうなのっていう、そういう不安な気持ちもあって、アフレコスタジオに臨みました。まあ、第1話はだから撮り直しの時にとても緊張したんですけれども、その後回を追うごとに今度はですね、やはりみんなと会えることが嬉しくて、で初めてトップのアフレコした時も本当にコーチの熱き愛にですね、初共演だったんですけど、作品がだから若本さんのパワフルな声というのをですね、間近で聞くのが初めてで、私がこんなに言ってるのにその上を覆いかぶすように声が来るんですね。すごーいと思って、でまた今回18年ぶりに再会したコーチはですね、前にも増してとても熱かったです。その愛がですね、たっぷり詰まっている作品だと思いますので、私は昨日テレビの方で自分で DVD で見たんですけれども、この大きな、ね、画面でいろんなところから声が聞こえると思いますので、今日はワンツー揃って見てですね、トップの世界にもうずっぽりとハマってですね、楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。藤井さん、お願いいたします。はい、そうですね、私も18年前のトップを狙うという作品がとっての通行作品ということで、実はトップ1、1話を撮った後に日高のり子さんとお会いする機会があったんですけれども、その時に稲妻キックの出し方というのを教えていただきまして、そのキックというのは最初に稲妻キックっていうのがすごい大きく出て尻つぼみで終わるんではなくて、最初から大きいんだけどさらに伸ばす声がどんどん大きくなっていくんだよっていう感じ教えていただいて、どんなにすごいものなんだろうっていうことが最初ありまして、その後からずっと田んぼで一人で練習を始めて、おばあちゃんやおじいちゃんと仲良くさせていただいて、夏はウーロン茶おじいちゃんがいろんなことがありました。それでワンというか一番最初に初めてのアフレコの時に稲妻キックがあったんですけれども、その時には何度も何度も監督にダメ出しというか、ありがとうございます、
ません、私が未熟ですごく未熟で、全然、こう、のりこさんが教えてくださったようなキックがなかなか打てずに、本当に何十テイクもやらせていただいて打てたものが、最終話で、大丈夫、ほとんど見てますから、はい、俺たちラジオで失敗してるからね。と言いますか、もう一度打つ機会がありまして、その時に、一発で、どこまで言っていいのか分かるんですけども、光栄なことも加わりながら、打つことができて、本当にすごくこの作品ですごく勉強させていただきました。監督や皆さんに選んでいただけて、そして応援していただけてすごく幸せでした。これから見る方が皆さんだと思うんですけど、いろんな思いと、そして本当にワンとツーのつながったすごい世界を楽しんでいっていただければと思います。はい、ありがとうございます。川村さん、お願いします。はい。あ、いや、いや、間違えた。ごめんなさい。すいません。はい、はい。なんだっけ。ですね、5.1 を今回、再録するということで、18年前のテンションをもう一度維持できるのかっていうのが最大の課題だったんですけれども、その前にいただいた資料の映像を見せていただいたら、もう音楽も絵も全部入っている状態で、もう一度こう目の前に出されてですね、スルッと気持ちが入っていったので、あ、もうこれは油断さえしなければ前を超えるようなアフレコもできるかもしれないと思いました。それはなぜかというとですね、よく見ると後ろの方でこう絵が出来上がってみたら、口が動いてたりとかですね、なんかいろいろね、表情が動いてたりとかするものがあったりしたので、それをですね、今回は全部保管する形で、もう完璧版という感じでアフレコさせていただけて、よりもう前のものを否定するつもりは全くないんですけれども、より素晴らしいものを皆さんに提供できたのではないかなと、一度自負しておりますので、そして一番心配してた感情面ですけれども、やっぱり最後のですね、もうワンワン皆さん見てますよね、見てますよね、言っちゃいますけど、もう最後に自分もついてくっていうところで、最初の18年前のアフレコの時にはこう泣いたりなんかしたんですけれども、もう一度私に泣けるだけのピュアをくださいとか神様にお願いして、アフレコに臨んだらこうみんながもう周りにいるので、やっぱりボロボロと、泣けてしまいましたので、多分気持ちもそしてテンションも変わらぬヨングを、皆さんに提供できたのではないかと思います。そして胃がひっくり返っているおかえりなさいの絵を見て、やっぱりもう一度泣ける自分でよかったなとふと思いました。80年代の熱さがいっぱいに詰まった作品ですので、今はもう2000年になってしまって、21世紀にもなってしまい、ユングのいたソ連もなくなってしまったんですけれども、なかなかうまく叫べなかったのをやっぱり監督が自ら実演していただいたりとかしてですね、こういう風にっていうのを見せていただいたんですけども、っていう話を先ほど楽屋でちょっとしてたら、日高さんが庵野監督もやはり実演なさってるということを聞いて、ああ、ここにも伝統が受け継がれていたんだなと思いました。で、やっぱりというのもやっぱり鶴巻監督がトップを狙いの大ファンだったということで、もう何十回も何百回も見ている作品だということを伺って、やっぱりその監督がそのファンの一人として、なんかそのトップを狙いに愛を込めて作った作品なんだなっていうのを本当に感じます。で、私がすごく好きなところはやっぱりメカが出てきたり SF だったり近未来の話なんですけど、テーマは人間の努力と根性なんですよね。その
最終的にはその人の持ってる努力と根性と愛が全てを救うっていうすごくストレートなあのテーマなんですけど、そこにやっぱり中心が置いてるところにやっぱりみんながとても引きつけられるところだし、永遠にやっぱり変わらないテーマなんだろうなと、その直球さにみんなやっぱり引っ張られちゃうんだなってすごく思いますし、私自身もやっぱりそこに感動しました。あのこれから見る方もどうぞ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。まず最初にね、昨日あの DVD、見ましてね、最初に思ったのがあの6本の作品をうまくまとめたなということで、まあ、余計なものは余計なものって言ったら惜しいけど、はしょった面があって非常に硬派な作品になっております。昨日ね、あの思いついたことを書き殴ってきたんですけど、20年前、18年か、吹き込んだことのことを思い出しましてね、非常に当てづらかった、ことを覚えてます。まあ、この講師というのはね、とにかく始終怒鳴りまくってるんでね、どうしても怒鳴ってるとその 絵が合わなくって、大変困ったことを覚えております。で今回あの再収録してね、心配だったのはまあ年齢ですよね。まあ、なんとかそれもクリアできて、今回を迎えたわけですけども、まあ、つくづく思ったのはそのこの作品がですね、本当に名作だなと実感しました。何が名作かというと、まあ、それはもう皆さんがご存知だと思うので、あのこれも端折ります。まあ、ヒロインたちのヒューマニズムですよね。それがあの胸を打つということでね、ここに書いてあります。で もう一つね、あの画像の美しさ、精緻さっていうんですかね、これが18年経った今も焦ないっていうかね、まあ今ご覧になると分かると思うんだけど、あの宇宙船の中 のいわゆるケーキの針がね、微妙に全て動いてます。そういうところもね、非常に手間暇かけてるなという感じがしております。またリマスター版というのはね、18年僕らがやはり声優として活動してきて、18年前と同じレベルじゃね、これおかしいんでね、絶対に、間違いなく、バージョンアップしてると思いますので、そこら辺を、昔と比べて、見て、いただきたいなと思ってます。もう一枚映る。まあね、あのテーマは、ね、非常に重くて大きいです。これを、ね、劇場用として公開するというのは本当に大正解だと思っております。日高さんもうまいね、お姉様最高、それから、マリアもチャーミングね。そういうことでね、まあ過剰なね、BGM も少ない分セリフが生きてますんで、大変素晴らしい作品になっております。劇場用としてね、まあ仕上げ切ったスタッフの皆さんの思いと仕事をよく見ていただきたいなと思っております。早回しで終わりました。ありがとうございます。岩田さん、お願いします。はい、いやー、熱い先輩方で、本当に我々もですね、ものすごいプレッシャーの中で、この作品を作ってきたと思います。でも思ったんですけれども、トップを狙いとトップを狙い2という表現をしてますが、これは合体劇場版という形で僕改めて見させてもらった時に、あ、これはトップを狙いなんだなと、そしてエピソード1、エピソード2、そうなんだなっていう気持ちになりました。これが一つの作品なんだなっていう、そういう思いがとても感じられたこの劇場版でした。で、一番僕は何を思ったかっていうと、あ、やっぱり先輩方がああやって熱い先輩方が一生懸命当ててくれた僕ら、その作品の2ということで、なんでしょうね、こう繋げていく行為なんだなって、そのエピソード1からエピソード2にかけての、その繋げていく行為をこの作品の中で僕らはできたんじゃないかなってすごく感じることができました。もう皆さん本当いいですね、 GOTY チャンネルで見れてね。もう昨日家のパソでですね、子供と妻寝たところでそーっとこう見れて、これもっとでかい画面で音回して聞きたいね、見たいなっていうのがもう本当ね思ってたんですよ。本当にムカつきますね、皆さんね、いいですね、羨ましいです、ね、本当に日本が誇れる
素晴らしいアニメーションだと思います、たっぷりとこの後堪能していただければと思います。楽しんでいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。田中さん、お願いします。ガンバスター、ダイバスター、ガンバスター、両方歌っております。うちの方は予算がなくて私お前歌えということで、歌ったんですけど、2の方はなんか自分で歌いたくなって予算あったんですけど、歌っております。1と2の違いは予算の違いではありません。スピリッツは同じなんです。本当に予算はちゃんとあって、2の方は好きなことやらせていただいたんですけども、1の方もないはないなりに自分よくやったなと、昨日一昨日見て、ああすごい、お金の高い低いとか時間の短いとか長いとかじゃなくて、どんだけその作品に思いを込められるかが僕らの勝負なんだなということがすごい2つ見て分かりました。両方ともすごく自分の思いもこもっていますし、声優さんたちの思いがすごく入った素晴らしい作品なので、これから目に焼き付けて帰ってね。では皆さんにね、画面の中では出てくる技ですけれども、田んぼの中で練習されたので、その成果をね、皆さんにちょっと聞いていただこうかなと。ゆかりちゃんはスタジオの中では思いっきり叫べるようになったけど、こういう人の方がいるところでは本当はすっごく恥ずかしいと思うんだけど、叫びの基本は羞恥心を捨てること、はい、そしてこれがやり慣れてくるとやらずにはいられなくなる、ね、喉が痛いぐらいがちょうどいい、そういう感じで、じゃあ最後はですね、ののとのりこでスーパーイナズマキックでこの場を締めさせていただきたいと思います。それじゃあののいくよ。はい、スーパーイナズマキック。ありがとうございました。18年間っていう実感が本当にこうやって曲聴いてこうやって顔見てるとないみたいな気がするんですね。今回初めてご覧になった方ももちろんいらっしゃるんでしょうけど、時間って本当あるようでないのかもしれない。残るのってなんかここにある思いだけっていうかね、思いがあれば時空を超えることなんて簡単なんだなんていうのをね、この作品は証明してくれたと私は思っております。これからもみんなで時空をぶっ飛ばしてやっていきましょう。どうもありがとうございます。今日はよろしくお願いします。今日はこれから3時間皆さんに作品を見ていただくわけですけれども、やはり気合を入れないとこの3時間は、はい、いきませんよね、お姉様。そうよ、のりこ。やったー。ユンズ、ユンズ、わかったわ、私から出ないとね。なんだっけ。そうですよ。上がってます。すいません。ではまあ、ではまあって言ってわざわざ。とりあえずこういうやつなんです。こんな感じで。18年ぶりのジャコビニ流星アタック。はい。
れを行くわよ。よくってよっていうのは私じゃなかったよくってよってのは逆だよ。あなただろ。私がよくってよ。そうよ、そうよ、そうそう。お姉様、あれを使うわ。よくってよ。スーパー稲妻キーよっしゃ。稲妻キー